ではお願いしますね。このマジックアイテムどうやって処分すっかな。トイレ行ってから考えるか。頭痛。あれ、薬？朝に頭痛いって言ったからシディが用意してくれたのかな。あ、ヒサ、それ飲むな。どういう状況なんだこれは。依頼人から処分を頼まれたマジックアイテムをヒサが飲んだんだ。そしたら5人に分裂した。あの、その人誰なんですか、影千代さん。こいつはシディ、俺たちの仲間だ。ヒサメたちは俺たちのことを覚えていないのか。そうなんだよ。しかもなんか一人一人性格違うし、このヒサメはなんかおとなしくて気持ち悪いんだ。気持ち悪い。ヒサミ、名前つけないと区別しづらいだろ。なるほどな。俺はシディだ。この影千代とヒサメとでカレコレ屋という何でも屋をやっている。よろしく頼む。右から順番に、ヒサイチ。お姉さんのことよろしくね、シディ君。ヒサニ。何その言いづらい名前、バッカみたい。ヒサミ。よろしく。ヒサヨ。はーい、よろしくです、シディさん。ヒサコだ。よろしく。数人女性とは思えない名前があるぞ。元に戻すにはどうしたらいいんだ。依頼人に聞いたんだけど、5人全員が同じ感情になると戻りますよ。同じ感情？例えば5人全員が同じ人間を強く憎んでいるとか尊敬しているとか、強い感情を5人全員が抱かないと元には戻りません。強い感情か。どうするんだ影千代。実はいいアイデアをもう思いついてる。CD のうまい飯を食わせれば全員同じ感情になって元に戻るだろう。ヒサは食いしん坊だしな。女の子に向かって食いしん坊とか失礼でしょ。シディさん、とっても美味しいです。それはよかった、どんどん食べてくれ。影千代さん、もう食べられない。全然元に戻らないな。うまくいくと思ったんだけど。お姉さんももうお腹いっぱいかな。いやいや、もっと食えるだろ。いつも力士みたいにバカスカ食ってるんだから。みんな帰ろう。そうね、シディ、ごめんね、ご飯残しちゃって。構わない、あとは俺たちで食べる。おい、さじゃなかった、ヒサコ、どこ行くんだよ。帰るの。なんで。そんな失礼なこと言う人に私は助けてもらいたくないから。ビー、あんたモテないでしょ。影千代さん、神経。ごめんね、影千代くん。シディさん、影千代さん、お邪魔しました。あれくらいはいつも言ってるだろう。あのヒサメたちにとっては影千代は初対面だからな。あ、ヒサメたちの信頼を取り戻さないと元に戻ることに協力してくれないんじゃないか。うわ、本当にヒサが5人もいるよ。どうなってんのこれ。ヒサたちの信頼を取り戻すってどうすればいいんだ。でも信頼を取り戻してヒサを元に戻さないと。ごめん、私ちょっとお手洗い。あ、ヒサイチ。はーい、私に何か用かな。その、ごめん。いいよ。そうだよな、そう簡単には許してもらえ。え？いいよ、だって私怒ってないし。なんだよ、緊張して損した。ねえ、さっきすごい顔でこっち見てたけど。気づいてたのかよ。そこまでして私たちを元に戻したいの？当たり前だろ。ヒサは俺の仲間なんだから。影。あ？ううん、なんでもない。ほら、他の私にも謝るんでしょ。手伝ってあげるよ。ヒサミ、昨日は悪かった。無理、許さない。ヒサミ、悪かった、許してくれ。いやよ。激沈だね。取り付く島もなかった。いや、話して。あ、ヒサミの声。お前可愛いじゃん、ちょっと俺と遊ぼうぜ。嫌だって言ってるでしょ。ヒサミ、どうしよう、影千代くん。ああ、何してんだお前。今のでっけえ音聞きつけて人が来ちゃうんじゃないの。余計なことしやがって。大丈夫か。うん、影千代さん。
ありがとう。え？俺は謝罪したくて。息ぴったりだね。それぞれ言いたいことあるんでしょ？順番に言いなよ。あの、助けてくれてありがとう。俺も昨日は悪かった。何よあいつ。やるじゃん。で、次はどうするの？次は久代に謝るのがいいんじゃない？ああ、俺を挟むな。目立つだろ。てか、なんでしれっと久代がいるんだよ。何よ、悪い？怒ってたんじゃないのか？怒ってたけど見直したから特別に許してあげるわ。見直した？なんでもない。それで、久代にも謝るんでしょ？ああ。久代、ちょっと来て。まだ心の準備が。何ですか？影千代くんが言いたいことあるんだって。その、一昨日はごめん。いいですよ。軽いな。なんで私があっさりと影千代さんのこと許したか、わかりますか？怒ってなかったから。違いますよ。好きだから。引っかかりましたね。別に引っかかってねえし。みんな影と仲良くしてる。それを見てるとなんで、何にモヤモヤするんだろう。なんだよ、釣れねえな。こっちに来いよ。いい加減にして。サミの声。俺と楽しいことしようぜ。ちょっと、何してるの？ああ？ヒサコ、ヒサミ、行こう。待てよ、話の途中だろうが。いた。いいね、その反応。お前のがそそるわ。ヒサコ。お前、俺と来い。来なかったらそっちの女が痛い目見るぜ。何するつもり？そりゃ楽しいことだよ。こうなったら凍らせるしか。え？氷が出ない。もしかして5人に分かれてるから力が。今日は寒いな。お前で温まらせてもらおうかな。気持ち悪いな、お前。影。ちぇ、あの女が呼んだのか。ヒサコを話せ。5人もいるんだから1人くらいいいだろ。お前もなかなかのクズだな。ヒサを返せって言ってんだよ。意気がんなよ、陰キャ野郎が。影、来るな、離れてろ。どうした、やり返してこいよ。お前なんて殴らなくても俺は倒せるんだよ。強がり言ってんじゃねえよ。なんだよ、なんなんだよお前。もう何時間殴った。なんでこいつ倒れないんだ。悪いな、傷がすぐに治る体質でね。なんでお前はこいつらのためにそこまでやる。いい加減諦めろ。諦めねえよ。俺はこいつの、こいつらの仲間だ。返してもらうぞ。くそ。そろそろ殴る方もきつくなってきたんじゃね。俺はあと何時間でも付き合うぜ。それまで耐えられるか。やっと諦めたな。大丈夫なの？怪我は全部治ってる。ねえ、なんで影は反撃しなかったの？しなかったんじゃなくて、できなかったんだよ。俺は喧嘩弱いからな。それに、何？ヒサは暴力とか好きじゃないだろ。影、影千代さん、大丈夫だった？服も顔も汚れてるじゃない。タオル持ってこようか。影千代さん、食欲はあるか？ご飯は作ってあるから夕食にしよう。あー、いっぺんに話しかけるな、賑やかすぎる。どうした、ヒサ子？俺言ってないから。いいよ別に。ダメ、ちゃんと言わないと。影、助けてくれてありがとう。元に戻った。あれ、私何してたんだっけ？ヒサメはマジックアイテムを飲んで5人に分裂してたんだが、覚えていないか？そうなの？何にも覚えてない。あー、よかった。にしてもなんで元に戻ったんだろうな。全員が同じ感情にならなきゃダメなはずなのに。なあヒサ、本当に覚えてないのか？覚えてないよ。真相は闇の中か。なんで、
なんで影の顔見るとこんなに心臓をバクバクするの？どうした、ヒサ？なんでもないよ。記憶がない間何があったの？